小平の魅力伝えたい LLR と行くプチ田舎小平探検ツアー、よいしょ。はい、こんにちは。はい、ということで、どうも小平市鈴木小学校卒です。そうです、 LLR とです。よろしくお願いします。どうも LLR の福田です。はい、お願いします。というわけでね、はい、今回は小平市の府中街道沿い、西武国分寺線高野台駅から徒歩7分のところにあるふれあい下水道館に来てます。こちらですね。はい、こちらです。はい、みんなに会いたいなって言ってますからね。はい、はい、まあね、ここにはね、いろんな施設があるみたいなので、早速回ってみましょう。行きましょうか。行きましょう。はい、じゃあ行きましょう。はい、というわけでここはですね、小平市の下水道普及率 100% 達成を記念して作られた施設ということで、はい、はい、今ね、どんどん地下に潜ってきてるわけですけど、うん、まあ、もうすぐ地下5階というところですね。ここにはなんとね、階段にはずっとこの10万年前の地層がずっと残ってるんですね、ここに。はいはいはい、はい、で今はね、この地下20メートルまで、うん、はい、来て、でこの先にね、あのメインイベントがあるんでね、はい、はい、行ってみましょう。行ってみましょう。これ、はい、下水道か。はい、あ、ここですね。ここですね、体験室。ああ、はい、こうやってね、まずはこのね、下水の管とかがね、はい、あるわけですけども、この奥です。はい、メインは行きましょう。はい、これ大変珍しい施設なんですけども、体験コーナー。はい、このね、下水道の中に入れるっていうですよ。え、うわ、皆さん見てください、本物の下水道の中に入れるんです。さあ、でもいい体験ですよね。なかなかね、はい、体験できない貴重な、経験がね、はい、ここで味わえるということでね、はい、まあね、デートなんかでも来てもいいと思いますし、まあデートでね、はい、来るのもいいと思いますよ。はい、はい、珍しい体験ができますんで、はい、詳しくはね、こちらのホームページをチェックしてみてください。はい、はい、というわけで小平の魅力伝えたい LLR と行く藤井中小平探検ツアー、今回は浦井下水道館からお送りしました。さよなら。